2回のカープの攻撃を迎えています。1回にメディーナのタイムリー、オトのタイムリーでカープが2点、しかし阪神の1人というような環境の中でやってきましたので、上陸のブラウンも喜んでいます。もともとこのメディーナとブラウンというのはアメリカでも同じチームにいまして、そして元近鉄にいましたマニエル監督の指導を仰いでいたという仲になります。左中間見送った、入りました、ホームラン。僕はタイミングが合ってない、タイミングが合ってないって言ってたんですけどね、はい、まあ、これちょっと見てみましょうか。真ん中ですね、だからやっぱ本当に悪ければこんなホームラン打てないしね、左中間の一番深いところ中段まで持っていきました。ものすごい角度でボールが上がっていきました。本当ね、ホームランしか狙ってないというスイングですね、さあブラウンの第4号ツーランホームランが出ました。6対5、1点差。大体ね、デーゲームっていうのはもつれるんですよ、なかなか絵に描いたようにはいかない。さあここでピッチャーヤブがついにマウンドを降ります。阪神の守護神田村、ただですね、今シーズンは田村はあまり良くないんですね。今日が7試合目の登板で1勝2敗、セーブが2つ、防御率が 4.00 ということですね、今日中村監督もその話をしてましたね、はい、だからつなぐのが非常に難しいと、まあ、今まで の, その田村のイメージだったらもうまず1イニングなら大丈夫だろうという感覚で登板させた以来ですけどね、なんかあまり良くないみたいですね。確かに、まあ、それだけやっぱり広島打線がつける隙があると、はい、チャンスがあると、こう見ていいんじゃないですか。そうですね、去年は22セーブを挙げましたけれども、ご覧のように1勝2敗2セーブ、そして防御率が 4.00、 ちょっと抑えのピッチャーとしてましては寂しい防御率になっています。お客さんがね、普通ならもう3点差で、まあ、ブラウン阪神球場のスタンドを回っています。ここはレフトスタンド、阪神タイガースのファンが一部いますので、ここで止まってしまうんですが、